えー、ハニープーさん、よろしくお願いします、えー。宮城県には通年リンクがアイスリンク仙台のみ、えー、そこにフィリアとアイホの、えー、練習時間がひしめき合っています。えー、その中で、羽生さんは練習時間をやりくりしています。うん。えー、アイリンがなくなれば、羽生さんは仙台を出て、クリケットに行くでしょう。なるほど。 アイホテてアイスホッケーですよね。アイスホッケー。うん。そしたら仙台を訪れるファンも、えー、激減すると思います。現在存在するアイホチームもなくなり、フィギュアをやりたい子供は県外に流出。うん。宮城県や仙台市には、アイスリンク仙台がなくなってしまった場合の、えー、経済的影響などを試算して、本来の強度のために、えー、最善に方法をとっていきたいですね。 うん、我々ファンは、ふるさと納税をして、アイリンの存続のために使ってほしいと要望を出すくらいしかないのかな。なるほど。え、でも、この後もし、今、羽生さんプロ、プロね、プロカストされてますけど、プロカストをしてる場合も、もし、アイリンが亡くなった場合、羽生さんは仙台にお出てクリケットに行くんですかねクリケット。なるほど。うん。 なんか勝手なイメージでしたけど、なんかあの、まあ競、競技生活自体の、まあ、はクリケットかなっていうイメージだったんですが、まあ、プロになっても、ま、クリケットに行くっていう選択肢もあるんでしょうかね。ちょっとそこら辺気になりますね、羽生さんね。うん。でも、羽生さん、羽生くんも以前、なんかどっかで、えー、新しいリンク作ってほしいっていう話をね、少ししてましたんで、 うーん特別仙台だったら、仙台の中であれば、アイリンに限らなくてもいいっていうことなのかなうーんなかなかそういったところが難しいですね。うんテラ、えー、さん、よろしくお願いします。リプレイ公式から羽生選手のお写真が上がりました。えグッズの黒パーカー着てる。キャ、かわいい、かっこいい。パーカーは黒で,黒で決まりですということみたいですよ。うん はい。ええさらかぜさんどうもです。東北地方からなかなか有力選手が出てこない現状がある一方で、男女共にオリンピック、えー、金メダリストを輩出している事情、事実もあります。えー、練習環境と、コーチの指導力があるからという理由だけで、えー、その選手が輝けるかどうかは別なんで、えー、決めつき、決めつけはできないことが、とでもありますね。えす、ー、べての要素がうまく絡まることによって変わってくるということですね。うん。 まあ、たまたま生まれてきた、こういうね、羽生さんとか荒川さんが生まれてきた、それがたまたま仙台だったっていう可能性もあるし、それとも何かやっぱ持ってるんでしょうかね、仙台という土地が。うん。仙台は、えー、日本のフィギュアの、なんだっけ、発祥地ですからね。なので、なんかその神様がなんか、女神様が住んでるんでしょうかね。五色沼にね。うん。あの、練習環境と、 えー、コーチの指導力だけではないですよ、もちろん。うん。その選手がその土地を愛してたりとか、そういったことが大事になってきますね。うん。風呂敷からからさん、よろしくお願いします。こんばんは。ハニープーさんからお返事いただいたのに、どういうわけか書き込みできま,書き込めませんでした。ありがとうございました。 リンク問題ですが、アイリンに寄付するよりも、アイリンまで行って滑った方が新しいリンクを作ろうになると思います。あまあ確かにそうですね。一般滑走でこれできるなら、まあそれが一番、まあいいのかなっていう気がします。まあ多分、一般滑走ということなんで、まあ、普通に入る分には貸し靴を、貸し靴、貸し靴のお金とともにね、支払いますので、まあ多分1000、千、千円弱、千円、 え、前後でしょうかね。うん。でも、羽生さんが活躍してるっていうことは、一般科奏者って結構いると思うんですけど、結構来てますかねあの、一般にすべ、あの、遊びに来る人とか。ねあの、結構ね、欧州なんかはね、レース、あの、なんだ、氷のリンクの上で、あの、レストランやったりとかするんですよ。なんか、あの、ウェイトレスが、あの、氷の、なんだっけ、 えー、表情、表情パフォーマンスとか見してきて、なんかお客さん招待したりとか、あと夜になるとバーになったりとかね、するところもあるんですよね。だから、そんな感じで、なんか工夫して収益をね、取れるようにとかね、なんかありませんかね。うん。総括的に運営していく。あや、あやこさん、どうもです。アイリンには、えー、監督席はありませんよ。あ、そうなんですね。確かになかったかもしれない。うん。 アーニャさん、よろしくお願いします。カブさん、こんばんは。えー、アイリンの隣にある病院で、結核の集団感染があったようです。うん。アイリンには、幅10メートルくらいで2、3段の、えー、階段状になっている。一応、座って見れる場所はありますが、えー、観客席と呼べるほどではないです。うん、あ、そうですよね。なんか、確かそんなのもあったような気がするな。うん、ん観客席ではないですよね。あ、確かスイッチインタビューで、堂本光一さんが、うん。 座ったところです、うんうん、あと3階くらいの高さのところに、ガラス越しに見える場所があるけど、普段は、えー、入れないところなんじゃないかな。何年か前に、羽生さんの写真を展示して、一度だけ入ったことありますが、以前は誰でも入れた仙台市長杯などは、ひたすら立って見てましたよ。うーんなるほどね。リプレイを前に、情報を続々ですね。えー、会場は埼玉なのに、東京まで足を伸ばさなくてはならないようですと。 いうことですね。あ、つまりホテルっていうこと、ホテ,ホテルを取れなかったからってことですかね。うーん。まあ、あのー、埼玉新都心駅がすぐそばなんですね、確か。埼玉有りは。まあ、なので、まあ、東京、そうですね。まあ、川口とかもダメでしょうかね、ホテル。川口、大宮とかも結構ホテルがダメな感じかな。多分、大宮とかだと多分空いてる気もするんでしょうか。し,しますよね。 うん。そういったホテルも満席なのかなうん。はい。なんか、あと、アイリンの隣にある病院で、結核の集団感染があったんですね。結核。なるほど。ちょっと怖いですね。うん。はい。というわけで、うん。あ、ちょっと待ってますね。ハニープーさん、えー、アイリンは個人からの寄付自体がお断り大事なのかと。あ な,るほどですね、なぜなんでしょうか利用客が多くなることが一番かと思いきや、利用客が多いと空調費がかかるとのことで、一般営業を休止にしてたし、なんかすごいジレンマを感じてます。あ、そうなんですね。逆に利用客が多いと空調費がかかるのか。ああ、確かにそれはジレンマですね。ええー、だとしたら、じゃあ、えー、でもそしたら結構いい相乗効果を得られませんね。うん、結構、あの、東京のリンクなんかも、 まあ結構その世界選手権とか終わったらうわーって人で混むんですよ。まあだけどシチズンそれでも潰れちゃいましたからね。あのシチズンっていう高田馬場のシチズン。うん。なるほどですね。あ、ある意味公共の建物なんですね。え、センダーにこだわらなかったら今頃リンク一つくらいできてたかもですと。うん。やっぱ場所的にやっぱ震災が起きやすいとこ、あ津波かなっていうところが何でしょうかね。 ちなみにちょっと余談なんですけども、木下アカデミーさんってスポンサーがあるからこそ継続できてるんでしょうかねあアイリンのスポンサーはどこなんだろううん。はい。というわけで、どうもです。